チャオ、マシロです。7月29日の睡眠レポートを見ていこうと思います。今日も100話取れましたね。はい。で、睡眠タイプがこれは鬱陶となっちゃうかな。あ、そうだね。はい。で、寝るときはマスター5で寝れましたね。ポケモンが8体で星4がないから新しい寝顔見れるかな。チャンネル登録と高評価よろしくね。さあ、いますね、いますね。はい、ミニリュウちゃんとサーナイトちゃん。お、新しい寝顔、怒り猿。はい。お、これで全部見れたね。はい、では下に行きまして、はいはいはい。おお、マスカーニャーまた来てくれた。星2。お辞儀ね。はい。いや、2個も新しい寝顔見れたね。さあ、今日はいやー、どうしようかな、どの子取ってこうかな、悩ましいね。はい。まあでも、ニャオハ、そっか、ニャオハいねえのか。ちょっと待ってよ、どうしようかな。マスカーニャ、これ取れる？あげてみようか。はい。ふしゃーって言ってる。あと2。あと2か。あげちゃおうかね。満腹なるなよ。あ、いけるね。はい、ゲット。この子スキルなんだっけ。レベル1、進化前から取った方がいいやつかな。うん、まあとりあえず今日はまあちょっとこれで終わりかな。ちょ、マンキーちゃんの厳選したいんだよね。木の実の数エース持ってないから。はい、今日の1枚はマスカーニャにしておきましょう。さあ、個体値は、はい、せっかち。あ、じゃがじゃがじゃが来ましたよ。あ、料理パワーアップ S。 あー、なるほど。あー、悪くないのでは。食材確率アップ S。 まあちょっとレベル75遠いけど、まあちょっとじゃがじゃがじゃがは初めてだからね。まあ、悪くないけど、スキルもアップしてるしね。料理パワーアップ、まあでもやっぱこれはちょっと進化させて使ってった方が本当は良かったかもしれないけど、スキルレベルアップ M ついてるから進化したとみなすこともできるかな。はい、ということで本日はこんな感じになりましたね。引き続きラピスラズリの方来ました。で、料理の方がカレーシチューになってますね。ちょっとどうかな。なんだっけ、絶対眠りを作っていこうかなと思ったんだけど、まあ忍者カレーちょっとギリギリまで頑張ってみようかなと思って今このメンバー入れてます。で、マンキーちゃんが肉とキノコを持ってきてくれるからちょマンキーちゃん入れてるんだけど、この子をね、木の実の数 S で肉と
キノコの個体値プラス木の実の数 S の子は来てくれないかなと思って、まあ、今週ね厳選できたらいいかなって思ってます。はい、ということで、今週は皆さんどこに行ったのでしょうか。よかったらコメント欄で教えてね。明日もまた撮っていこうと思います。よかったら次の動画も見に来てね。バイバーイ。